こんにちは、ミルクティーのみたいです。ということで、今日は僕がかなり好きな異世界にまつわるお話をしていこうかなと思います。なんと実際にですね、2ちゃんに書いてあったガチで異世界につながってるかもしれない場所というところにも行ってきました。そちらの方は後半の方で流していこうかなと思ってるんですけど、その前にいくつかお話ししたいなと思っている話がありまして、先日の動画の中で僕の動画を見てから寝たら変な夢を見ましたっていう報告がたくさん来たっていう話をしたと思うんですけど、その動画っていうのが赤穂の動画なんですけど、どうやらですね、この動画を見てから寝ると変な感じになるらしいので、ぜひですね、あの異世界に興味がある方は見てみてください。ということで、あともう一個あるんですけど、その一個前の動画でタイムリープに成功したけど質問あるっていう動画出したんですけど、そのコメントに来てたのがお笑い芸人の流れ星の中英さんが手相占いの島田秀平さんの YouTube チャンネルで話していた話って、下北沢タイムリープっていうものがあるっていうのを視聴者さんに教えていただいて、見てみてくださいと書いてあったので、まあ、見てみたんですね。そして中英さんが話していた話っていうのが、1ヶ月に1回ぐらいその下北沢にはもやがかかっている日がどうやらあるらしくて、その日になんかタイムリープのような不思議な体験をしたっていうことがお話しされてたんですね。下北沢って昔から役者さんとかミュージシャンとか芸人さんを目指す若者が集まる街として知られていますよね。それがもしかしたら土地の地場みたいなのが普通の場所と違っているから、そういった夢を持った人間たちが集まるんじゃないかって言われてるんですね。もしくはその逆で、夢を持った人たちがぐっと集まってくることによって、その場所の磁場がこう歪んでるんじゃないかという話だったんですけれども、この話を見て僕が思ったことがありまして、それが僕だけじゃなかったんだなっていうことなんですね。どういうことかと言いますと、あの僕の本を持っている方はぜひ158ページの黄昏時について書いてる部分をちょっと見てもらいたいんですけど、そこにですね、僕が何て書いてるかっていうと、夕方5時の下北沢が好きだ、日が暮れる前のまだ空が水色の時、一瞬全てが緩やかに止まる、まるでその景色の中に自分が溶けて一部になっているんじゃないかと錯覚するほどに何の抵抗も感じない、というポエムみたいなことを僕書いてたんですけど、この本の原稿を書いてた時っていうのは、自分が散歩していて感じた記憶とか感覚というのを残しておきたいなって思ったので、この時のことを思い出してみると、確かに僕も時間が止まったような感覚になりまして、その瞬間にいつもだったら人混みの場所なんですけど、その人の数っていうのがスーってこう引いていって、現実の中というよりかは映像の中に自分がいるみたいな感覚になりまして、風が吹くんですけど、その風っていうのもこう自分の体を通り抜けていくような、そんな感覚で、なんだこの感覚はと思ってで書いた文なんですね。なので、もしかしたら心霊スポットとかパワースポットって呼ばれている場所ではない、誰もが何気なくこう買い物に行ったりちょっとブラブラしているような場所にも、何か磁場がちょっと変な感じになっていて意識が持ってかれるような場所っていうのは、まあ、存在しているんじゃないかなと、ということを、まあ、いただいたコメントを読んで思いました。ということで、まあ、今日の、まあ、本題に入っていきたいなと思うんですけど、こちらはですね、今からまだ、まあ、2年も経っていないぐらいで、まあ、2チャンネルがもう5チャンネルになっていた頃に書き込まれたものなんですけど、ガチで異世界に繋がっているかもしれない場所を教えるという、まあ、スレがあります。そんなに長いスレではないので、そのまま読んでいきたいと思います。ガチで異世界に繋がってるかもしれない場所を教える。東京都小金井市にある小金井公園ってとこの中、詳しく知りたければ教える。公園内に池があるんだけど、そのあたり池って言ってもでかい水たまりみたいな、奥の方にある島がある方、そのあたり。市内に約10年住んでて公園にはしょっちゅう行ってた。小学生の時何度かこの池で遊んだ、かっこ柵がある。そこで何度もその類の体験をした。柵乗り越えて中に入ってオタマジャクシ捕まえたりしてた。その最中に視界が歪むと目がうつろになるとか、その池で遊ぶ時は自分含めて3人いたけど、そうなるのは自分のみ。親に話したら眼科とか連れてかれたけど異常なし。池に行くたびそうなるわけじゃないから頻繁に行ってた。そんで小学3年の時、
括弧2013年で小3っていうことはまだこの人10代の可能性がありますよね。結構記憶としては最近の記憶っていうことですよね。そんで小3の時異世界に行ったかもしれない、いつも通り遊んでたらめまい起こした、すぐ落ち着くと思ってたらそのままずっとめまいしてる、気づいたら一緒にいた友達消えてた、風景はそのままだったけどずっと耳鳴りしてる、とりあえず池から出て撤収しようとしたら乗ってきたチャリが消えてる、周囲にはいつもいるランナーとか犬の散歩してる人とかが一人もいない、周囲往復してたら近くのゴルフ場付近でめまい再発、それで戻ったかは知らんけどその場所から数百メートル離れたところで寝てた、単に幻覚でも見てたのかと思ったけど友達が言うには自分が急にいなくなって池に落ちたと思ってランナーのおっちゃんとかと池探したらしい、そんで1時間半後くらいに自分が戻ってきたそうな、5年以上も前のことだから記憶が曖昧だけどそんな体験した、それ以降池に入ってないけどその時の体験は未だに迷宮入り中、勝手に語ってすまん、1回しか行ってないってこと？異世界に行ったのは1回だけ、それ以降一度もその周辺には行ってない、当事者以外信じてくれなかったんで誰かに教えたいがためにすれ立てさせてもらった、信じようとは思えない内容だけど都内に住んでる人いたら行ってみて、なぜ行かないの？そん時は戻れたけどまた行った時戻ってこれなかったらどうしようってことで行ってない、そこらあたりで神隠しとかあるんだろうか、特に行きにくい場所ではなさそうだし、繋がってるなら多くの人が失踪してそうだよね。まあ一致が1回しか行ってないなら偶然か適性があるのかもしれないが、近くに道もあるし神隠しなんかの例もない、池で自殺した人が何人かいるから心霊スポットとも言われてるけど霊的なものは感じられない、俺の実家のすぐ近くじゃん、俺もガキの時に何回も行ってるけど不思議体験はなかったな、そんな場所だとか考えもしなかった、再来週帰るから行ってみるわ、何かあったら報告する、ちょっと神隠し的な異世界入ったりこの世のものでないものに遭遇できる場所、市川市河野台から松戸矢切の江戸川沿い、電柱すらないあたり、七不思議とかある地域で江戸時代ぐらいからいろいろあったみたい、めちゃ気になる、千葉だと八幡の藪知らずしか知らなかった、緑地のこと？暗くなると怖い、小さな女の子を連れた夫婦が楽しそうに笑いながら歩いてる声を聞いたけど姿が見えなかった、ふっと声がしなくなったから家に入ったのかなと思って周りを見渡しても家なんてなかった、暗い林があるだけ、確かこの辺りは何かあるかも、近くにある里見公園は公園の入り口付近ではなく奥に入るとめっちゃ怖くなる、なるほど江戸川の千葉川も歴史あるんだ、自分の友人で偶然松戸の矢切江戸川近くの出身の子を2人いて2人とも動物の霊に疲れたことがあってなんか怖い、すぐ隣の20世紀が丘も幽霊たくさん出るって聞いた、1人キツネ、もう1人は犬、キツネの子は自覚なくて無遊病みたいになってコーンコーン泣いて飛び回ってたのを家族が拘束してお祓いに連れて行ったと、犬の子は自分で言ってた、こっちは人が変わったようになった、子供とか思春期の頃ってそういう目に遭う人いるね、皆さんも自分の人生を振り返ってみてあれは何だったんだろうなっていう記憶ってまあ一つや二つ必ずあると思います、そういうのを大人になってから改めて思い返してみると結構面白いですよね、特に何もなかったよ、すぐ近くは住宅地だし、おつこういう実際に現地行っちゃう人が今の岡板にはいないよね、いるんだなという感じのスレなんですけれども、私ミルクティー飲みたい、行ってきました。では今からですね行ってきた様子っていうのをですね、見ていただきたいなと思います、どうぞ。さあ実況は私ミルクティー飲みたいがお送りします。さあ目的地に向かうべくスイカいやイコカにチャージしていきます、あえてイコカを使っているというトリッキーな一面を見せていきます、初めての外撮影ということで自撮り棒的なものを探しに一旦吉祥寺の電気屋へ向かっています、何 GoPro の新作 GoPro ヒーロー10が並んでいるではないか、いや落ち着けミルクティー、自撮り棒からの GoPro は予算オーバーとかいうレベルの話ではない、いやさすがに今日いきなり買うというのは家計へのダメージが計り知れないだろう、かのトーマスガジマガさんは言っていた、人生は100年しかないと、ミルクティーは今まさに清水から飛び降りるとはこのことかと思いにふけています、武士も食わねど高用事とはよく言ったものであります、気を取り直して東小金井駅から目的地へ向かいます、日が暮れかかっています、急げミルクティー、それにしても夕日が綺麗である、
ここで一つの誤算、思ったよりも駅から遠い、このままだと夜になってブレアウィッチプロジェクト的な異世界よりはるかに怖い展開になってしまってはまずい。なんとか公園に到着。しかしこの公園恐ろしく広い。調べてみたら代々木公園の 1.6 倍ほどあるらしい。代々木公園に行ったことがない人はなんとなく広いんだなぁとぐらいに思っておいてほしいです。ラッパの音がします。練習頑張ってください。森だ、公園というか森だ。確かに小学生が迷子になるには十分すぎるほど木が生い茂っています。もうちょっとであの池に着くと思うんですけれども、なんとなく雰囲気が変わってきたような気がします。ようやく池の近くまで来たようです。まだ異世界に入った感覚はないが、少しずつ奥まっていくのをひしひしと感じます。カラスとヒグラシが少しずつ異世界の空気を醸し出してき上がります。ついに池に到着です。なんとか日が暮れる前に着くことができました。かなり大きな池だ。なんとなくこれは子供が遊ぶには少し危険なんじゃないかなと感じる部分もあります。ここで一旦記念撮影をさせていただきます。少々お待ちください。もうちょっとしたら日が沈むんで、そしたらまたより空気が変わるんじゃないかなと。まだ少し明るいかなと感じるので、少し時間を置いてからまた戻ってくることにしましょう。どうやらこの辺には蛇がいるらしい。怖っ。だんだんと先ほどよりも日が沈んできました。真っ暗だと何も映らないので、さっきとは逆サイドから回ってみることにしましょう。イッチが言っていた小島のようなものが見えます。なんとなく子供が遊んでいたら変な感じになってしまうのもうなずける雰囲気です。わかりやすい怖さはないものの、街灯の明かりがなく、周りが木に囲まれているのがどことなく不気味です。イッチはこの柵の奥に行ったんじゃないかなと思います。でここで遊んでいたら気づいたら別のところに行っててっていうことで、なんかこの池でなんか自殺してしまう人とかは昔いたとかいなかったとかっていう感じで、正直怖いか怖くないかと聞かれたらそこまで怖くはないです。まあ来ては見たものの、異世界に繋がっているのか繋がっていないのかというのは正直わかりませんでした。くれぐれもこの動画を見たからといって夜中に一人で行ったりするのは危険なのでやめてください。ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。